スイス航空316便着陸失敗事故は1979年10月7日にギリシャのアテネで発生した航空事故である。ジュネーブ空港から北京首都国際空港へ向かっていたスイス航空316便が経由地のエリニコン国際空港への着陸時に滑走路をオーバーアランした。乗員乗客154人中14人が死亡した。 1977年に撮影された自己機316便はスイスジュネーブからアテネとボンベイを経由して北京へ向かう国際定期便だった。エリニコン国際空港は第 1K1 で当初は滑走路 33R へ ILS 侵入を予定していた。パイロットは空港を視認できたため滑走路15への着陸へ変更した。316便は エリニコン国際空港の滑走路15リットルに1 4 6ノットで着陸した。着陸したのは滑走道端から740メートル地点で、滑走路の残りは2240メートルだった。機体は十分減速せず、滑走路をオーバーラン紙道路上で停止した。衝撃により、左翼とビブが分離し、火災が発生した。死者は、 全員21から26列目に着席しており、煙、または火災により死亡した。死者には、イギリス人、ドイツ人、フランス人が含まれていた。また、乗客142人のうち100人は、中国の医学会に参加するために登場した医師だった。生存者には、シカゴ大学の名誉教授であったハンス・モーゲンソーが、含まれていた。事故原因として、パイロットエラーが挙げられた。 パイロットは通常よりも速い速度で着陸し、加えて着陸地点も通常より奥だった。また着陸後にブレーキや逆噴射装置を適切に使用しなかったため、機体は滑走路内で停止しなかった。事故後、316便に 450kg 以上の放射性同位体と少量のプルトニウムを積載していたことが判明した。プルトニウムは乗客の意思の荷物で、 現場から発見された。そのため、当局は消防隊と救急隊の被爆検査を行った。また、316便にはボンベイへ輸送する予定だった200万 US ドル以上の工業用ダイヤモンドも積載されていた。これらは事故により発生した火災でほとんどが破壊された。事故の2日後、ギリシャ当局は機長を業務上過失致死で送検した。 1983年に行われた裁判で、機長と副操縦士は有罪となり、それぞれ5年と2年半の懲役刑となった。最終的に2人は保釈された。また、機長と副操縦士は、スイス航空を解雇されることはなかった。ありがとうございます。